はい、皆さんこんにちは、吉野のりまさです、はい、すいませんね。いつも Facebook、YouTube、アメプロ、メルマガ、いろいろね、見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはですね、こちら。はい、BookBook for iPhone 4S と書いてあります。こちらはですね、いわゆるですね、今まで私使っておりました、古い洋書のような iPhone 4、4S ケース、ブックケースですね。はい、のブラック。今まで使ってたのが、こちらですね。ブラウン。これがですね、もうね、ここの部分こうなっちゃったんですね。要するに、今 iPhone ちゃんこれ使ってるから、ライトで。ちょっとあれなんですけど、もうポロッポロッと落ちちゃうんですね。ということで、でもカードも入るし、非常に使い勝手もいいし、気に入ってたんで、同じの買っちゃえと同じの買っちゃえと思って Amazon で買いました。でも色はブラックなんですよね。これ茶色ですよね、まあ、とりあえずやっときましたって感じで、ちょっと開けてみましょうね。今出張先なんで、ハサミ的なものとかですね、ないですね。車行けばあるんですけどね、なかなか開かない。開かない間、なんか喋ってみましょうか。あ、金額ですね、言ったのが720円ですね。はい。コンディション、新品って書いてありますけどね。海外から、取り寄せて販売してるそうですね。おお、やっぱりドキドキするね。こんなもんだっけ、同じものなのかな。あ、同じもの。あ、でも数字が違う。あ、微妙に違いますね。あ、穴がない。写真を撮るレンズの穴がない。あと、もう古くなっちゃった。違いますよね。ここブックブックと書いてます。こっちまで使ってた i で、このハートマークですね、 iBook、 iLove っていうことですかね。で、これがですね、これ 4ですかね。これがいくつ、これ 7、 ここのマークは一緒ですね。あ、これでも違うね。これって革みたいな素材なんですけど、これってなんだろう。どっか書いてあるのかな。書いてないね。書いてないけど、これ革っぽくないね。なんかちょっと安っぽいね、これ。いや、どうなのこれ。うわー、これが良かったな。いやあと一緒かな。あ、あと一緒だね。ここ引っ張って出す。まあ、ここの部分が要はね、もうダメになっちゃったんですけどね、今までです。プラスマイナスって書いてあるね。こっちはそういうのなかったと思ったな。もうボロボロだからわかんねえな。あ、ないね。あ、ここも違うな。あとは一緒かな。うん、あとは一緒だ。ここにカードが入るんでね、便利なんですけど。なるほど。プラマイ、これ、今までここにも穴が開いてましたね。プラスマイナスなんていうんじゃなくて、ちゃんと穴が開いてたんですけど、まあ、これはいいとして、要は、レンズの穴がないのが、まあ、いっか。
こうちょっとずらしてカシャッといけばいいかね。まあそれぐらいかな。あとはだからこの材質、これ絶対革じゃないもん。こっち革っぽいですもんね。まあ本当の革じゃなかったとしても、いやーこれが良かったけどな。まあいいや、また次回ね、これ終わったら、終わったらっていうか、またなんか切れたり壊れたりしたらね、お世話になりましょうかね。ちょっと iPhone ちゃん入れてみましょうかね。 iPhone ちゃん今ライトとしてね、ライトとして使ってたんで消します。そしてじゃあ iPhone ちゃん入れますか。これバン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 、ガシンガシン、うん、まあいいかな。わあでも、いやこれが良かったなまあいいか。ネットで買うとこういうのあるんですよね。まあいいか、いいね。いい、OK、わかった、いい、OK、頑張る、これで。これで頑張るよ。はい、わかりました。ありがとうございました。ということで、今日ご紹介いたしましたのはですね、古い洋書のような iPhone 4、4S ケース、ブックケース for iPhone 4、4S ブラック、720円でございました。頑張ります。使います。ありがとうございます。